ガザを見る目です。イスラエルハマス戦争、まあ、とりあえず今はこう呼ばれてますね、これがもっと拡大していくかもしれませんが、その認識の完成落とし穴があると、その一ということです。この、まあ、一般にメディアなどで、まあ、いろんな言い方もあるかもしれませんけれども、まあ、標準的にイスラエルハマス戦争というような形で言われている、まあ、これ、まあ、非常に紛らわしいというか、まあ、間違いを起こさせそうな表現でもあると思うんですが、まあ、その落とし穴というか、まあ、それを今それをちょっとまあ集中的に考えてみたいと思います。で、このなんとなくですね、国対国の戦争っていう、そう、まあ、その辺はもうよくちゃんともう最初から分かっている方もいると思いますが、それからまあちょっと考えればやっぱおかしいという、そういう人もいると思いますけども、そういう国対国、政府対政府、そういうような形でこの軍事衝突っていうのがまあ起きたと、起きていると。で、まあその最初はハマースのテロ攻撃、それがまあきっかけになったとしても、まあなんかそういう対等の国同士、政府同士のまあ戦争になっちゃったという、そういう見方、あたかもそうであるかのように報じられたということですよね。そうですね、互角同士でね。そうそう、はい。でもまあそれもまたよく考えてみれば、なんか力の上ではそれも全然天と地みたいなですね、まあそういうような開きがあるんじゃないかということも、まあ皆さん分かってんだけれども、しかしまあなんとなくそういう、まあ、戦争、対等の戦争というですね、まあ、そういうふうに見ちゃっていると、そこのところが問題で、まあ、実態は征服したり支配したり抑圧したりしている、そういう側が、まあ、威力を、このひけらかしているそれが一方にあり、で他方は、そういう征服され支配され抑圧されている側が、まあ、一生懸命抵抗しているという、そういう、まあ、抑える側と抵抗する側とっていう、そういうね関係だっていうことを、まあ、まずは、まあ、もう一度、まあ、よく考えればその分かるし、今日々そういうことが実態がどんどんはっきりしてきてはいると思いますけども、これも歴史上いろいろ繰り返されたことだと思いますけど、うん、今イスラエルを最も肩入れしてる、ね、アメリカじゃないですか、うん、でハマスはもう本当に悪の根拠だって、うん、何度も言い続けてるんですけど、うん、征服して、ね、支配して抑圧する側っていうのは、この新大陸に移住していったヨーロッパ人、特にイギリス人たちですよね、うん、でそれで、先住民たちは、うん、初めは歓待していたのに、その人たちの行為を裏切ってですね、どんどん殺して土地を奪っていったっていう、うん、その途中僕らが映画で行き馬車であるような、この白人の行き馬車が走ってると、突然インディアンが、攻撃に来る、それをジョーンはパンパンパンと撃ち殺す、うん、何の問題もない、だって相手は突然襲ってきた悪玉なんだから、うんうん、などというステロタイプの西部劇をこう見させてこられたりしたわけですよね、うん、そうそう、だからそういう、そう、まさにそのステロタイプの西部劇のそれのもっとなんか言ってることが悪と善とかね、うん、悪この闇の中の人間、ハマスは闇の中から現れた戦士、うん、そして我々光の側だとまで、うん、強調してるんですね。マニキュー的二元論というんですか、だからもうむちゃくちゃなこのコントラストをこう強化しているような感じがしますよね、うん、そうですね。それでしかもその今パレスチナ人の側はですね、これはそのまあこれメディアなんかでももうしばしば、自治政府っていうね、これはヨルダン西岸の方で、まあ、ラマルラという、町にがまあ中心で、これはまあエルサレムよりちょっと北側の方ですが、そこにある
パレスチナ自治政府というその自治政府というような言葉を気楽に使ってるんですね。でも実態は自治なんてそんなもんじゃない。それで、それからこのガザの方はじゃない、あ、ごめんなさい、あの先生、自治なんてものじゃないという意味は、うん、そのパレスチナのここは一帯エリアね、ここ自治政府のあるエリアだよと、言ったところにイスラエルの権力、イスラエルの人々が入ってきて、うん、傍若無人をしてもそこに法の支配とか抵抗することもできないというような、その政府がそこを統治している状態ではないと、そういう意味で自治政府として機能してないという意味ですよね。まあ、そうですね。はい。まあ、その90年代のそのオスロ合意というのに従って、まあ、その自治というものを、まあ、最初は暫定という、そういう形で、まあ、自治というものをパレスチナ人の自治、政府というものを作っていくという、そういう予定だったんですね。ね、ところが、ごめんなさい、オスロ合意もね、わからない人もちょっといると思うんで、オスロ合意というのは、うん、これはそれまでの中東戦争もありました、うん、で、このお互いにいがみ合っている、じゃあというんで、これはアメリカが仲介に入って、それで、オスロというんですが、これは、ね、まあ、アメリカが中に入ってっていうのは、後から入ったんでね、あ、そうですか、実際はノルウェーを舞台に。ノルウェーが、まあ、そういう部隊を提供して、それでイスラエルと PLO パレスチナ解放機構とが、まあ、話し合いをするという、そういう形で結ばれた協定、それを後から、そういうことが起きてたっていうことに、まあ、追っかけて、まあ、ホワイトハウスで、まあ、アメリカでその協定の指揮をホワイトハウスでやると。そういう形になったんですね。まあ、そもそもはそれのもう一つ手前を言えば、アメリカをにはツンボサジキに置いてイスラエルが、北朝鮮といろいろな国交樹立を目指して、そして、まあ、イスラエルが北朝鮮をいろんな形で、助ける、そういう代わりに北朝鮮がまあ、中東でシリアとかイラクとか、まあ、そういう国々をにミサイルなどを、提供したり教えたりとね、まあ、そういうことはやめさせるというそういうような式で、秘密の交渉を北京でやってたんですね。なるほど。イスラエルと北朝鮮がね、でこれでアメリカの方は途中からそれに気がついて圧力をかけた。でそれで今度はイスラエルは話を変えて、この PLO と、密かにオスロで、まあ、そういう交渉をして、でそれ、まあ、ですから、まあ、あとでアメリカの顔を立ててホワイトハウスで調印式をやったっていうだけのことですね。オスロ合意というのは繰り返し何回もこうよく言葉にメディアの中でも出てきます。この時の合意というのは二国家を作るということだったわけですよね。そうです。そしてこれが今でも有効だと言っているのはパレスチナ、あるいはそれを支持するこの国々なんだけれども、イスラエルは一貫してそれには反対だって言ってるわけですよね。まあオスロ合意は、まあ、成り立った後、それを、まあまあ、それを結んだイスラエルの側のラビン首相は暗殺されてしまうし、うん、そうか、まあ、そういう式でですね、イスラエルの側からは、そのオスロ合意を、まあ、潰しにかかる、うん、そういう極右が、うん、そういうことがずっとその後継続してきたと。で放置されてしまって、でまあ、それを潰すところで最も一生懸命やってたのが、まあ、ネタニヤフですから、それで、まあ、ともかく名前としては自治政府っていうのが一応そのオスロ合意の結果としてできましたけれども、その自治っていうものの実態は、ほとんど何の強制力も持たない、実力も持たない、統治力もない名前だけという、ね、名前だけで、それはまた時とともに一層実態のないものに、なってきて、入植者が入ってきてもそれを防ぐこともできないということですよね。そうそう、それでですから、まあ、パレスチナ人の方もこの自治政府というものを民衆の側では、まあ、頼りにしてない、まあ、イスラエルの支配の、まあ、手先みたいなね、そういう機能を持たされてしまう、
改造されてしまっていると、そういうことになりかねないというそういう性質のものとして見られている。でこういうのが、まあ、自治政府というふうにしてメディアではそういうものが働いているような ねそういうふうに思わされてしまう報道をしているわけですね。でこれは大和でね話し合いが続いているかのように言って、うんうん、でハマスはそれに対してずっと過激派だと。そうそう。でところがそのガザで、のハマスの実効支配っていうことを言ってますが、これもまたメディア のでそれを対する情報操作ですよね、言いますけれども、その実効支配をしてるんだったらそんな17年間もですねイスラエルから周り中このフェンスやら壁作られてね、そして人や物の出入りも全部シャットアウトされるというこういうふうな封鎖状態の下で、なんかやってるんだったらそれは中身は実効支配ではないですよね。